雪山上空、一気に空が暗くなってきました。この後仙台市中心部でも一時的に雨が降るでしょう。天気図をご覧いただきますと、北海道付近に一つ低気圧がありますが、ここからは雲を発生させやすくする気圧の谷が伸びています。この気圧の谷が宮城県内を通過しますので、夕方までは大気不安定です。急な強い雨や落雷などに注意してください。夜は各地で晴れる見込みです。早いところではもう夕方から晴れてくるでしょう。最高気温は仙台31度。今日も雲が多い間は湿気が多く蒸し暑くなりますので、熱中症に注意してください。